どうもダンクローです。今回はナイキ SB 衣装とライトオリーブのレビューをします。興味のある方、購入を考えられている方、ぜひ最後までお付き合いください。今回はナイキ SB 衣装とライトオリーブのざっくりとした紹介、ディテール、サイズ感の3点でお送りします。まずはざっくりとした紹介をします。2013年、黒人として初のスケーターオブザイヤーにも輝いたニュージャージー州のプロスケーター、イショッドウェア。そんな彼の記念すべきシグネーチャーシューズです。今回自分の名を冠したイショッドなんですが、ナイキ SB とのコラボモデルは過去何度か発売されています。ダンクロープロ SB、 スポーツカー、ズームブレザー着火、ダンクロープロ SB、 タイダイ、これは記憶にも新しい方もいるかと思います。マグネスウォーカーとのコラボモデル、そして2022年1月、満を持して彼の名を冠したシグネチャーシューズが発売されました。2022年1月7日にはこのライトオリーブ、黒白の3色が発売されました。このライトオリーブはナイキオンラインでは即完売、黒白はサイズにより欠けているものもありますが、まだ残っている状況です。僕はナイキオンラインで購入できず、オランダのベンジーというスケートショップにて購入しました。1月17日にショップから発送してもらい、1月28日に到着したので11日で日本に到着しました。この靴を送り届けてくれたポスト NL というオランダの郵便局は、到着がかなり遅いというレビューを見たので、どれだけ遅くなるのかとちょっとビクビクしてたんですが、まあ2週間足らずで到着したので良かったです。ベンジーさんではまだ販売していないので、概要欄のリンクに貼っておくので、よかったら見てみてください。では次に各部の詳細を見ていきましょう。ヒールには逆数種が、この逆数種がかなり印象的ですね。なんとデニス・ロッドマンが着用していたエア・ダーウィンからインスパイアされているようです。サイドパネルにはプラスチック素材が使われています。中から見ると透けているので通気性がいいです。最近履いたんですが、風がスースー入ってくる感じではありません。正面から見るとこんな感じです。つま先にはミニスーシュロゴが、このミニスーシュロゴ、シューレースループ、そして集団のイショット、ヒール部の赤色がいいアクセントになっていますね。ヒールはこんな感じです。タブにはイショット、ヒールの赤いパーツにはナイキ SB と表記があります。気づいた方はいらっしゃるんでしょうか、ミッドゾールにはスーシュロゴとリアクトという文字が小さく表記されています。中端はこんな感じです。イショットと赤く刺繍されています。イショットの愛が1になっているように見えます。反対側にはスーシュが刺繍されています。こっちはメッシュ素材ですが、ここはスエード素材が使われています。シューターの厚みはこんな感じです。 SB ダンクローと同じぐらいの厚み、もしくは薄いような感じもします。インソールはこんな感じです。イショットという表記があります。ズームのように沈み込まないクッションです。アウトソールはこんな感じです。特徴的なデザインのアウトソールです。かかとに向けてスーシュロゴが配置されています。シューズボックスはパープルボックスです。お待たせしました。サイズ感、履き心地のレビューをします。前提として僕は高高幅広です。エアフォースワン、ダンクロー SB、 エアマックスワン、エアジョーダン1ローは 26.5cm を履いています。このモデルも 26.5cm を購入しました。
サイズ感は横幅もきつくなくちょうど良かったです。サイズ選びで悩まれている方は今履かれているナイキのローカットのスニーカーと同じサイズでいいと思います。普段履きとしての履き心地ですが、リアクトインソールのため比較的疲れにくいです。長時間歩いても全然苦ではありませんでした。いかがだったでしょうか。興味のある方、購入を考えられている方の参考になれば幸いです。もしこの動画が悪くなければいいね、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。本日はここまで、ありがとうございました。